皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は大阪府門真市新橋町にある大阪モノレールの門真市駅に来ています。大阪モノレール本線の延伸事業の光景を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。駅前には商店と住宅との複合施設の門真プラザがあります。門真プラザは老朽化や耐震性の問題があり、建て替えが計画されています。大阪モノレールの門真市駅は京阪本線の門真市駅と接続しています。両駅を乗り換える需要も旺盛で、京阪門真市駅に優等列車を停車する要請も出ています。大阪モノレールは大阪モノレール株式会社が大阪府内で運営する小座敷モノレールです。大阪モノレール線、本線および国際文化公園都市モノレール線、西都線の2つの路線を運営しています。そのうち大阪モノレール本線は豊中市にある大阪空港駅と門真市にある門真市駅の間 21.2km を結びます。駅員さんの了解を得て改札を通り駅の内部を撮影します。駅にはモノギャラリー、モノレール文庫、くつろぎ情報スペースなどの施設があり、充実したサービスが提供されています。門真プラザの3階には海洋堂ホビーランドがあり、駅のくつろぎスペースには数々のフィギュアなどが飾られています。エスカレーターでホーム階に移動しました。大阪モノレールは国際花と緑の博覧会が開催された1990年の9月に千里中央駅から南茨城駅までの 6.7km が開業しました。関西国際空港が開港した1994年9月には現在の柴原阪大前駅である柴原駅から千里中央駅の 3.5km が延伸開業しました。波早国体が開催された1997年4月には大阪空港駅から柴原駅の 3.1km が開業、また同年8月には南茨城駅から門真市駅の 7.9km が開業して、現在の大阪モノレール本線全長 21.2km が完成しました。また1998年10月には西都線の万博記念公園駅から阪大病院前駅の 2.6km が開業し、2007年3月には西都線の阪大病院前駅から西都西駅の 4.2km が開業して、現在の西都線が完成しました。大阪モノレールの門真市駅の撮影を終え、門真市駅から大阪中央環状線に沿って南へ進みます。この大阪モノレール本線では延伸事業が進んでいます。門真市にある門真市駅から東大阪市にある瓜生堂駅、仮称まで約 8.9km を延伸する工事が現在行われています。その区間にいずれも仮称で松尾町駅、門真南駅、小鵜池新田駅、荒本駅、瓜生堂駅の5つの駅が新設されます。地下道を通り国道163号を渡りました。目の前には2023年4月17日にグランドオープンした大型商業施設ララポート門真が見えます。オープン当日は早朝から多くのお客さんが並び、開店時間が早められたことがニュースになっていました。大阪中央環状線のこの辺りに松尾町駅、仮称が建設される予定です。新設される松尾町駅は地上3階建て構造で、ララポート門真とは直結され、商業施設を利用する方の利便性が向上します。大阪中央環状線から商業施設への出入り口では歩行者や自転車をシャットアウトした構造になっているのが聞いており、車の流れは良好です。歩行者や自転車はエレベーターと連絡橋を利用して向こう側に渡ります。ララポート門真の南側にはコストコ門真倉庫店が2023年8月24日にオープンしました。ガソリンスタンドが併設され、安価な価格で会員向けに販売されています。さらに大阪中央環状線を南へ進みます。完成したモノレールの支柱、橋脚がたくさん見えてきました。
大阪中央環状線の本線と近畿自動車道の高架との間に支柱が作られています。この桑在新町交差点までの松尾町工区の支柱建設工事は森本組と新土木開発コンサルタントとの共同企業体の施工で2026年2月27日までの予定で行われています。工事はかなり進んでおり、あと2年ほどで竣工の予定です。この桑在新町交差点以南の桑在新町工区の支柱建設工事は奥村組土木工業の施工で2024年12月13日までの予定で行われています。またこの桑在新町交差点では工事の進捗が早く、高機動桁の仮設が川田工業の施工で完了しています。川田工業は富山県南砺市に本社があり、橋梁や鉄塔などの設計制作並びに工事受け負いを主業種としています。またこの桑在新町工区ではオリエンタル市来市ほか3社の共同企業体によるPC 機動桁製作及び仮設工事が2028年2月29日までの予定で行われています。モノレールは短期鉄道とも呼ばれ、小座式と懸垂式の2つに大別することができます。大阪モノレールは車両の下にレールがあり、レールに車両がまたがっている形態の小座式モノレールです。小座式を採用しているモノレールは大阪モノレールや北九州モノレールがあり、懸垂式は湘南モノレールや千葉都市モノレールなどがあります。モノレールは高架化が容易であり、占有する敷地面積が狭いので市街地が形成された後に軌道系交通機関を作る際大きな利点となります。この延伸事業にもその利点が生かされています。コストコ門真倉庫店の南あたりから門真南駅の新設が予定されている門真ジャンクションの手前までは順調に支柱の建設が進んでいます。大阪中央環状線をさらに南へ進み、第二京阪道路の門真ジャンクション付近に着きました。花博通りと大阪中央環状線との花博記念公園口東交差点にある比江島歩道橋に上ります。この門真ジャンクション付近の工事が最も難工事の現場の一つになると思われます。モノレールの延伸ルートは北側に並ぶ橋脚の向きから考えると、大阪中央環状線比江島歩道橋と近畿自動車道の高架との間を通っていくように思われますが、大阪府が作成した資料を見てみると、大阪中央環状線の比江島歩道橋とその東側にある比江島歩道橋との間を通っていくものと思われます。この辺りに2つ目の新駅である門真南駅が作られ、大阪メトロ長堀鶴魅力地線の門真南駅と連絡します。大阪モノレールの門真南駅は地上2階建て構造で作られる予定です。まだモノレールの支柱建設工事や門真南駅の建設工事は行われていません。また門真ジャンクション付近では工事に必要な用地の買収が行われ、新駅の詳細設計が行われたようです。門真ジャンクションからさらに南へ進むと門真市から大阪市鶴見区に変わります。末田大宮2丁目交差点に着きました。この末田大宮2丁目交差点付近の末田大宮工区の支柱建設工事は大日本土木と全日本コンサルタントの2社での企業共同体の施工で2025年1月31日までの予定で行われています。末田大宮2丁目交差点より南側の工区では足場が組まれ支柱の建設工事が現在行われています。付近にあった三井アウトレットパーク大阪鶴見は2023年3月12日に閉館し、三井アウトレットパーク大阪門真として門真市松尾町へ拡張移転されました。近畿自動車道の大東鶴見インターチェンジ付近でも支柱建設工事が進んでいます。モロック西交差点の南側の安田コークソの位置での支柱建設工事は中林建設が2025年8月29日までの予定で行われています。大阪中央環状線をさらに南へ進み、東大阪市北鴻池町の鴻池水未来センター付近に着きました。この辺りで大阪市鶴見区から東大阪市に変わります。この辺りの安田コークその2での支柱建設工事については阪神建設が2022年10月に竣工し、続く北鴻池町工区での支柱建設工事は
五大コーポレーションが2023年2月に竣工しました。またその南側の西高の池町工区では中林建設が2023年12月に竣工しました。耶阿川を越え、さらに少しだけ南に進んで東大阪市西高の池町にある寺島ポンプ場前交差点に着きました。目の前の高架は JR 学研都市線です。この辺りの JR 学研都市線の南側に3つ目の新駅である小鵜池新田駅仮称が作られる予定です。小鵜池新田駅の東の方向約500メートルのところには JR 小鵜池新田駅があり、少し距離がありますが JR 線に乗り換えることができます。小鵜池新田駅は地上3階建て構造で、駅の東側には駅前広場が作られる予定です。その駅前広場を建設する事業用地がすでに確保されています。この土地は以前は建設会社の資材等の置き場として利用されていました。建設機械や建設資材などが撤去され更地になっています。タイミングを図り、地下埋設物除却工事等の準備工事が行われると思われます。今回は大阪モノレール延伸事業の後継を詳しく取材した関係で動画がかなり長くなってしまいました。これまでの小鵜池新田駅までを前半編として終了いたします。次回は小鵜池新田駅以南を後半編としてお届けいたします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。また次回後半編でお会いしましょう。